空手の道場に入ったのはね、試合に勝つためではなくて、強くなるため。強くなるというのは弱い自分に打ち勝つ強さ、ね、嫌なこと辛いことでも笑顔で頑張れる、最後まで諦めない心を持った、そういう強さ、そういう強さを持って欲しいなと、そういう願いを持ってね、みんな道場に入門したんだと思う。でもいつの間にかね、こういう大会があるとどうしても試合に勝ってほしい、負けてしまえばお父さんお母さんが子供たちをね叱ったり、まあ、そういうことのね決してないように、この大会に出るだけでももう十分ですね、すごい勇気だと思います。そういうね、子供の頑張る姿を本当にですね、応援しちゃってください。最後まで諦めない心で頑張ってください。